We have a huge program right now. This is fucking disgusting, honestly. And I really want this to disappear from Japan. It's just crazy. How could any society even normalize or tolerate it? Trust me, I'm not the only one feeling like it. You know, cheating is very much normalized in Japan. It's like, oh, he cheated on me. So be it. You know, that's the Japanese way of life. And I'm like, no, that's really not. That's a really weird norm that you have turned into a norm that should not be a norm. I'm not sure about this, but my friends claiming that has something to do with this. That's right, not just anime or hentai, but quite common to see this in a Japanese porn, maybe too excessively. And some people in Japan might get influenced. But to be fair, we should get to know actress perspective on that. So let's ask the most famous person in that category and find out what she has to say about it. Hope you enjoy.1997年ですね。18の時です。25年前ですね。長いんですよ。こんなに続けると思ってましたね。いや、もう全然思ってないです。自分が多分一番びっくりですね。その18人の時に入るはスカウトですね。専門学校に通ってたんですね。高校卒業して通学途中というか駅で、まあ、AV 女優になりませんかっていう、へえと思って全く知らなかったかな。なんかそういうものを見たこともほとんどなかったし、そういう仕事があるってことを意識したこともないし、考えたこともなかったですね。見たこともないし、どうでもどういう世界なんだろうみたいな、怖いもの見たさっていうのもあったし、興味はでもやっぱあったかな。当時っていうのは結構今ほど数もいなかったと思うんですよね。単価も高かったので、当時は。入りやすい世界ではなかったかもしれないですよね。あんまり言ってはなかった。隠してたというか。本当に仲いい友達にスカウトされたんだけど、どう思うって言ったら、まあ、やめなよ。怖いよっていうふうに、そうそう。まあ、作品数でどのくらい設定ある？聞いたのが2700。多いですよね、きっとね。結構作品を買ってくれるファンが多いんですよ。配信とかで見ないで、コレクションしてくれてる方が多いので、本当にデビュー当時からって、私よりだから知ってる人が多いですね。その2000本以上の作品を見てきてる。置き場がきっと大変みたいで、なんか倉庫を借りてるとか、そう、保管場所が結構大変みたいで、ね、そういう風に応援してくれてるっていうのはね、この仕事に出会えてよかったですよね。結構大人っぽかったんで、18の時も。だからあんまり高校生役みたいのはなかったですけど、ちょっと綺麗なお姉さんじゃないけど、そういうのから、25くらいの時かな。ちょうどなんか熟女ブームっていうのが、この業界あったんですね。熟女とか、人妻とか、そういう、25でまだ若いですけど、そういうジャンルにちょっとハマってったというか、なんか、AV って結構若くても熟女扱いじゃないけど、熟女ってした方が、やっぱ売れるというか、反応がいいんですよね。検索ランキングがあって、熟女ってもうずっと何年も上位なんですよ。皆さん熟女求めてるんですよね。結構面白いなと思っていて、その日本ってアイドル文化といいますか、若い方がまあ人気というか、英語に関して言うと、その熟女の人気がかなりある。なんだろう、やっぱ癒しを求めてるんじゃないですか。ほんとデビューの頃から見てくださってる人、やっぱりちょっとこうお母さん的な包容力というか、やっぱこう優しそうな感じが好きと、甘えたいのかな、なんか甘えさせてくれそうみたいな、きっとイメージなんですかね。あ、わかりますね。わかりますか。そういうなんか包み込んでくれるような雰囲気があるというか。それ演じる側としては結構楽しいね。楽しいというか、演じやすいかもしれないですね。気持ち込めやすいかもしれない。まあ、慣れもあるのか、もう熟女歴が長いから。まあ、人によってはそういうのを見て、こう、不倫を誘発してるじゃないですけど。人妻とか。ほぼほぼそういう内容ですもんね。でも、なんだろうな。やっぱ AV ってファンタジー、妄想する世界
を形にしてるとか、それを表現してるものだと思うから、実際やっぱ不倫とかってできないじゃないですか。悪いことだと思うし、そう、不倫もの見たから、じゃあ僕も不倫しよう、じゃないく。日本人ってやっぱ真面目じゃないですか、きっと。だから思っててもできないと思うんですよね。隣の奥さん見て、セクシーだなと思っても、こう声かけるとか、手出すとかはやっぱできないじゃないですか。うん、だからその願望なんだと思うんですよね。それをだからもう AV として楽しんでもらう。ご自身はどうですか？そういう、まあ、願望とかってあったりするんですか？どうでしょうね。いや、でも嫌だかな。この仕事やってるとプライベートの恋愛とか難しいってよく聞くんですけど。私は難しくないです。プライベートも充実したいんで、ちゃんとパートナーというかそういう人はいてほしい。仕事は仕事だし、プライベートはプライベートって感じですね。ずっと今まで年上の方ばっかりだったんですね。でも、ここほんと1、2年は年下の方から声をかけられるのが多くなりました。年下って言っても今30代後半だったりとかだともうやっぱ大人だし、なんかね、こう勢いがあっていいですね。積極的だったり、なんか、結構あの素人考えで言うと、その、まあ、カメラがかなり近くにあって、うん、裸になって、かなり恥ずかしいっていう気持ちが出てくると思うんですけど、うんうん、それはもう完全にない感じ。いや、恥ずかしさはでもやっぱありますよ。そんなに近くで撮らなくてもっていうのはやっぱり何年やっててもありますけど、このお仕事が好きですね。もともとはなんか目立つことが苦手だったんですね。注目されたりとか。自分に自信がなかったし。でも今でもそうなんですけど、でもなんか現場に行って、風間由美になってると、それができるというか、どっかにあるその目立ちたい部分が出てくるというか、私は多分それが好きなんですよね。あ、でも多いかもしれないですね。普段は、結婚されてて主婦とかやってる方で、この仕事やってる人もいるし、その刺激というかね、こういう現場でちょっと違う自分を出して楽しむみたいなのもあるかもしれないですね。いい選択だと思いますか？楽しくできればいいと思います。私はまあ合ってるんだけど、合う合わないもあると思うし、でもなんか楽しんでやってくれたらやっぱ一番嬉しいですよね。なんだやっぱこの体も変わるし、感じ方も変わる、またその年によって全然違うものですね。より楽しめるようになってきた、そういうのは？うん、と思います。でもやっぱその見せるっていうね、やっぱり見てくれてる人に楽しんでもらう、その場で自分だけが楽しむんじゃなくて、見てる人も一緒になんかこう楽しくなってくれたらというか。今後は何歳ぐらいまでね、なんかでも自分が辞めるのまだ想像できないので、求められれば、あとそう、楽しくなかったらやめようってずっと決めてて、今まだ思ってないんで。5年楽しさが続いてる。そうですね、やっぱり、こう、取り終えたら、やったって思うし、で、それがなんかね、こう、ファンの人があれ良かったよって言ってくれるともっと嬉しいし、やっぱりそう、見てくださる方とか応援してくださる方がいるからだと思ってるんですね。これからも、マイペースですが、なんか応援してくれたら嬉しいですね。